第2部小沢一郎さんとのタウンミーティングを始めたいと思います。質問票を集めましたらもう50枚超えてまして、ね、大変申し訳ありません。宝くじに当たるぐらい少ない数しかお願いできません。で、ぜひ肉声でお聞きいただいた方が良いと思いますので、お名前をお呼びしますので、はいと元気に手を挙げていただければ、係の者がマイクを持って駆けつけますので、よろしくお願いいたします。小沢さん、いいですか？はい。何が出るか分かりませんよでは1番、高橋正明さん、よろしくお願いいたします。こちらですが、私オールズという団体のスタッフさんです。これはご存知の方もいらっしゃると思いますが、60代70代の、いわば、お年寄りが、作ったグループなんですけども、おばあちゃんの原宿と言われる巣鴨の祈祷で毎週1時間だけですから、あと6日と23時間洗いもしないんですけど、たった1時間なんですが、そこで、今の戦争法案に反対する街頭宣伝活動をやっております。で、先ほどですね、平野さんいらっしゃいましたけれども、先週の土曜日には平野さんにわざとおいでいただきまして、彼の方が非常に興味深いお話を伺いました。で、実は先ほどまでですね、私この憲政会館の前の方で、入り口のところで署名活動をやっておりました。結構見苦しいなりで、またこの集会の後もですね、やりますので、ぜひその時にはご協力いただけるとありがたいと思います。で、質問をさせていただきます。実はですね、安倍首相の本音について小沢さんのお考えをお聞きしたいなと思っているんですね。と言いますのも、今回の戦争法案の、いわば肝というのは、先ほどの話ではいわばアメリカの古文として、日本が地球上いかなるところでも自衛隊を派遣していく、そういう武力行使をできる体制を作っていくというふうにお話し、それは目的である、そこをつかなければ。で、私はだけどどうもよくわからないのは、安倍氏の本音はもっと先にあるんではないかという気がするんですね。すなわち、もはやアメリカの古文としてではなくて、独自の日本が自由にですね、判断で海外で武力行使ができる体制作りをむしろ彼は目指しているんです。で、そのためのワンステップとしてはあくまでも現在はアメリカの国民としてやるかもしれないが、将来は実は彼は非常のナショナリストなわけですよね。ある意味で排外主義的で、非常に、共和的なナショナリストなわけで、その彼の本質と今のアメリカに対する従属ぶりとは一体どういうふうに彼の中で調和されているのか、また段階的にですね、将来的にむしろその彼の最も持っているこの本音の部分が出てくる危険性があるのかないのか、それをちょっとお聞きしたい。あ、すみません、それ1点目で、もう1点目はですねもっと生臭い話なんですが、今の戦争方針を止める、戦争案を止めるためには、やはり自民党公明党の間にくさびを打ち込んでいかなければいけないというふうに私なんか思っている。かなり生臭い話で申し訳ございません。それで、そのためには公明党を離反させるには、さらに創価学会の支持者から、やはり、働きかけていく必要があるんです。そういう意味で、さっきの証文も実はですね、天野さんという愛知県の方が、創価学会なんですけど、たったお一人で始めた署名運動なんですね。山口大臣。ご意見しましょう。ご意見は、判決にお願いします。申し訳ございません。他に何か、創価学会と公明党の間を裂いていく、その何か秘策でもあったら教えていただきたい。第一点については先ほどのお話の中にもちょっと私申し上げたと思います。安倍さんの本音は多分これです、推測、邪推と言われるやつは邪推かもしれませんけれども、経済大国日本と、同時にやっぱり軍事大国日本と、
というイメージを心の中に描いているのではないかと思います。ですから集団的自衛権についてもアメリカとだけでなく他の国ともできるみたいなあれですよね。それはもうそれを象徴的なあのところじゃないかと思いますが、ただ現時点ではあの日米同盟アメリカアメリカといった方が仕方がない症候群に合うんじゃないかということで言葉でもってあのいろいろと衣の下の鎧を一生懸命隠しているということだと思います。いわゆる日米同盟という名のもとにそういう国家を目指すということは本音だろうと思います。まあ、もちろんただあの安倍さんがずっと続けばの話ですけど、ね、多分そういうことにはならないだろうと、まもなく週末を迎えるだろうと思います。創価学会の件ですが、先ほど二見先生あの公明党を辞めたけど創価学会になっちゃってましたので、二見先生のような方、またあの今おっしゃったようなあ個々の方でそういった運動を起こしていく以外にないだろうと思います。あのやっぱり与党としてもう長年やってますのでね、あのその何て言いますかな、癒着はもう切れないんじゃないかと思います。ですからあの本来の創価学会の平和の心を学会一人一人から本部公明党に対して、寄せるという方法しかないんじゃないかと。例えば仮に私どもが幹部にお願いしたとしても幹部の判断でもってやれる状況に今はないんじゃないかという気がします。はい、質問は一つだけ簡潔にお願いいたします。では次に女性の方で須藤智子さん、 あちらのよろしくお願いします。する警戒感というのは実はもう皆さんもいろいろ報道でお知りかとも思いますけれども、アメリカのニューヨークタイムズやワシントンポスト、それからいくつかのシンクタンク等々で非常に危険な政権を作ってしまったと、この前にフィナンシャルタイムズも書いてありましたが、
そういう意識が実はかなり広まってきていると思います。それはそうなんですよね。戦後体制というのはアメリカの体制ですから、その理念的あるいはいろんな意味でね。ですからこれを否定するというか、これに対して非常に懐疑的な政権というのはアメリカにとっては本当に危険な存在なわけですね。ただ今言ったアミテージやないさんなんかのは俗にいわゆる日本マフィア、日本パトラーズだったかな、日本マフィア、日本のとの日米関係、日本との関係において、彼らの存在理由を見出している人たちですから。ですからその人たちが一生懸命どん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 やれやれやれというのはそれは当然なんですね。彼らの利害からすると、ただ日本のメディアでも何でもなんとなくそれがアメリカ国民の体制みたいに勘違いする恐れがあるんですが、今言ったように決してアメリカ国民の体制ではない。むしろ非常に、民主党政権はダメだ、小沢は反米だと言いながらですね、そういった自民党の政権を復活させたということでとんでもない日光を生んだんじゃないかというそのかなり多数のアメリカ人の良識の方が私は増えてんじゃないかなと、そう思っております。次は岩橋健一さん、はい、あちらです。よろしくお願いします。シンプルにこの、安保法案を潰すために、どうしたらいいでしょうかということをお聞きしたいです。で、8月30日に国会包囲行動が計画されています。主催者は、国会周辺に10万人、全国で100万人と言っていますけれども、もっともっと多くの人を集めた方が絶対いいと思います。国会周辺に15万人から20万人、できれば30万人とかで、全国で150万人、200万人の人が集まった場合、強行採決をしにくくなると思うんですけれども、そのしにくくなる程度というのはどの程度のものなのか また他に、潰す安保法案を潰す具体的な方法があればぜひ教えてください。よろしくお願いします。今あなたがおっしゃった方法しか、ないと思います。その安保法案を阻止する可能性パーセンテージといえば、それはやっぱ30日に、集まる人数に比例して高くなると私は。それで若干そのいろんなグループや分野の人ともちょっと話したことあるんですけれども、そう本当に10万人10万人という方がこの国会周辺に来るということになったら、僕は民主党の皆さんにまず真っ先にですね、そんなしゃべんなくてもいいから一緒にそのみんなと行動しろと、そうすればもちろん僕も一緒になってやりますよ、ね。どうしてもね、やっぱりねバラ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 と言ってまた全国でやるっつってもね、ここにずっと各地域でね、小規模ではねメディア取り上げないんですよ。だからやっぱメディアにねバーンと取り上げられること、メディアを何も課題に期待してるんじゃないですけど、それを見たり聞いたりする一般の国民の皆さんは、こんなにみんなも実際行動してんだという意識になりますから、それが本当に大勢の方が集まって絶対反対阻止しようということになれば、私は参議院においてもそういう方向の結果になるだろう、そう思います。ありがとうございます。できればヘリコプターから空撮をしたときに国会の周りをぐるっと国民がもう包囲していると
というくらいの状況になるくらい皆さんもご協力いただいて人を集めたいものですね。はい、それでは次は池上義樹さん、いらっしゃいますか。はい、ずっと、仮にの話で申し訳ないんですけれども、もし仮にですね、今回、多数決で法案が通ってしまった場合、国民の怒りが頂点に達して、総選挙ということになるかもしれない。で、政権交代がもし実現した場合、今回の施政率かもしれない、そういう法案を白紙に簡単に戻すことができるんでしょうか。これは法律ですから、国会の多数でどうにでもできます。特に国民皆さんの多数の背景が あるということであれば、それは国会で容易にできますけれども、安倍さんが仮に国民の大多数の反対の声で無理やりやっちゃったけれども、大変な批判を浴び混乱をし、退陣するということになっても、次の内閣がね、どうのやるかというと、多分自民党の政権を維持しようと思うでしょうから、自公で。ちょっとその人たちがまた今度は安倍さんと今でも腹の中違う人がいっぱいいると思うんですが、どういうふうな考え方の人が政権を担うかと、誰がなっても大変だと思いますけれども、特に今ご承知のように国際情勢が中んずく中国の状況が非常に厳しくなりつつあるように私は思います。ですから国内のそういった問題、大きな問題と同時に国際社会の大きな混乱がもし仮に起きたりしたら、とても多分今の自民党では政権を担ってやっていける人はいないんじゃないかと。そうするとどうなるか解散を選挙終わってもう一度出直すということになるのか、いずれにしろ国民皆さんの声で仮に強行して成立したとしても、法律ですから多数の皆さんの声が議席に反映できれば、それでいくらでも廃止もできますし、新しいきちんとした安全保障の基本法みたいな国連中心の法律を作るということも可能ですし、それはどのようにもできますが、やはり国民の皆さんの意思次第ですね。では次は、三田村春夫さん。木更津からありました三田村です。今日は小沢先生から、大変分かりやすく解説していただきまして、勉強になりました。私の質問はですね、我々一国民としても今日の先生のお話というか解説を非常によく理解できました。それなのにですね、国会議員は果たして、こういうことを知っているのかどうかというのは私の疑問です。ですから、もし、小沢先生がテストをすれば国会議員は全部落第ではないかなと、こんなことで、国会がありえるのかどうかというのは私非常に心配です。先生のご見解をいただきたいと思います。まあ私も国会議員の一人ですから国会議員を論評するわけにはいきませんけども、やっぱりみんな話すればちゃんと分かってると思うんです。国会議員になるような人ですから。ただどこにフォーカス焦点があり、どこに本質があるということの判断をきち
ちっと自分自身でしていくということが大事だと思います。安倍さんはさっき言ったようにあなたの本音はあなたの本質はこの日本国憲法と世界平和の理念についてあなたはどう考えるか、戦後体制どう考えるか、極東軍事裁判についてはどうかというようなことを聞けば多分明確な返事はできないと思います。できないから私はそれで国民は分かるんだろうと思います。ですから言葉だけでは分からないので、そこのところをもう少し国会議員がそこに焦点を当てて、そして分かってるはずですから、そういうその切り口で安倍さんに迫るということが大事だと思っています。しかしそれも皆さんのやっぱ応援ないと置かなくてできませんので、本当によろしくお願いいたします。だんだん生臭くなってきましたが、高橋博史さん、一番前です。私は団塊の世代でして、45年前にヘルメットをかぶっていた一人です。で今回ですね、私たちが向いてる、それから私たち団塊の世代がどうしてるのかと、やはり一度皆さんもう一度立ち上がって、それで、昔ほど研究家できないけども風の力でですね、なんとかこの国防性をですね今潰したいというふうに思ってます。で私は質問は1点だけ、やっぱり統括という方針がそろそろ出てくる時期なんではないかと、その話がないとですね、一般的に国会の周りで反対とか言っても、やっぱり明確に安倍統括、安倍内閣を潰すということ、そのために国民的な先生を構築してですね、やっていかないと、戦後70年の民主主義なり平和主義なり基本的人権の尊重等々、310万人の命と引き換えに作った平和憲法ですから、70年間それで頑張ってきたんです。で経済的にも成長してきたわけですからですね、ここは一つですね、本気になって立ち上がる、今立ち上がることなくしてこのまま行かれたらですね、とんでもないことになるということでですね、やはり必要ならば体を張ってでもですね、そういう方向を目指すということが今大事なんではないかと。そうだ、小沢先生の話を。はい、全く同感です。やっぱりその、安倍内閣、今のやり方と対決する、そして法案を阻止するということが中身なんですけれども、端的に分かりやすくやっぱり闘争の時にはやらなくちゃいけませんから、それは安倍総理大臣、安倍内閣大臣統括ということが余計この心を奮い立たせる文言ではないかなと私は思いますし、そういうことでですね、大勢の人が国会総理官邸を取り巻くということだろうと思います。これはね、安倍さんが選挙の時にね、こういう法案を作ってこれでどこでも海外派兵できるようにしたいんだということを国民に訴えてね、きちんとそして議席を得たというならまだ別ですけれども、ちょこっとほんのマニフェストの一番最後端っこの方にね、ちょこっと一文字あるぐらいのことで、選挙の時は何にも言わないでて、突然これが一番の課題だと言って出してきたわけですから、それに対してはやっぱり国民皆さんがそれはおかしいという意思表示を行動で表す、安倍大臣せよというのは非常に分かりやすいと思います。最後にさらに生臭くなりますが、姿二郎さん、はい、すいません、年内に野党を再編して新党が
あのできるかどうか。まもなく維新は分裂しますよね。だから維新と、それから民主党 の、 あの悪い7、8人を除いた民主党、それから国民の人たち、そういうふうにまとめて民主党ができるかどうかというのと、あと一つ提案させてください。来年の参議院選挙、あるいはダブルで衆議院があるかも分かりません。もっと前倒しで衆議院があるかも分かりません。の時に、あの先生の時にあの講演されたあの小林哲先生、あと今日お見合いの森先生、森裕子先生の時にもお見えになった小林哲先生、ああいう人を憲法違反といって立憲なんとか政党というのを作ってシンボル的に第1位にすれば非常に得票があると思うんです。来年の夏の最初にまず参議院選挙ですから、それに勝利するためにはやはり今年中に少なくとも野党の大同団結のコンセンサスを合意を得なくてはダメだと思います。どうだ、その機運はですね、ちょっとずつですけれども一歩一歩高まってきていると私は思います。それでまず最初に大同団結し、参議院でまた多数を得るということによって衆議院の優位をひっくり返すことができますから、まず参議院選挙に向けた体制を作るということです。それでちょっと関連した話ですが、新党という言葉がございました。既存の政党が全部解散して新しい一つの政党に作るということは非常に言うべくして難しいです。やっぱりそれぞれの政党、いやこれがこうなってる、ああなってる、どうだこうだ、どうだこうだってありますから、私はそこまで行かなくてもいいと。いわゆる俗に言うオリーブの木ですけれども、そう選挙の時に一つの傘の下で戦うと、その意味で選挙の届け出政党に、政党ということにもちろんなりますけれども、新しい名前と新しいスタイルでもって一つの政党を作る、選挙の届け出政党です。しかし旧政党は解散する必要ないです。そして新しいその傘でもってオリーブの木にみんながぶら下がって、選挙をすると、ある意味で二重党籍になっちゃうんです。既存の今までの党と選挙の時の新しい、名前の党と、二重党籍は別に誰も法律でいけないとも規制されておりませんし、なんてことないんです。何重でも党籍構わないんです。ですからその意味でそのオリーブの木っていうのが党を解散して一つの政党に合体しなくてもできるわけなんです。だから私はそういう意味でうまくいけばね、一緒になってやってうまくいけば全部一緒になろうってことになりますよ。結局はだから最初からがむしゃらにシャリムにその一緒の政党に全部お前たち解散しろと言ってなるやるのは非常に難しいですから、私はそうなればベストなんですけど、ベストはなかなかうまくいきませんから、ベターの方法で今言った形で、新しい傘のもとにみんなが入って、そして一つの名前政党名で選挙を戦うということで、合意できれば一番いいなと、そう思っております。ありがとうございました。あと本当は全部呼び出すと45枚ぐらいなんですけれども、本日のお時間の関係もありますので、この辺でミーティングは締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
回はあの走っている平野さん、ダムさん、よく分かりました。正解を何と言ったらいいんですかね。生き字引、陰陽師、何と言ったらいいか分かりませんが、という方の、あの素晴らしい熱意によって始まりまして、これだけ多くの方々に最後までお付き合いいただきました。本当にありがとうございました。次々やってみたいと思いますので、その折にはまたぜひいらしてください。